はい今回は 子どもは親を選べないというですね、まあ、一つのまあ例について、えー、まあちょっと考えてお伝えしていこうと思います。あの新聞にですね、数年前に投稿してあったとっいうものをまあ見つけまして、えー、まあそちら、どういったまあ内容であったかということをまあお伝えして、まあ、一緒にというか、少し考えるものがあると思いますので、そのようなお話を今回してみようと思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、あ皆さんもえこういった話をまあ聞くというか、見るというか、思ったりされると思うんですが、 最近ではね、まあ親,親ガチャとかって言うじゃないですか、まあその子供がまあ親を選べないとかね、えー、まあ、そういった話だと思うんですが、まあ、それのあのかなりまああのきつい、まあ厳しい、えー、まあそういった一つのまあ例なんですよ、ねまあ確かに本当に子供っていうのは親を選べないっていうね、まあ辛い現実、えー、そのことを今回お伝えしていきますので、えー、今回もよろしくお願いいたします。 まず、えー、どういったまあ内容っていうか、それが投稿されていたのかっていうと、まあ、その新聞に投稿されていたまあ,あ内容なんですよ、なんか人生案内とかっていうところにね、えー、まあ、その投稿していた、えー、ですけれども、えーまあ まあ一言で言うとあの、まあ、子供をまをダメにする親だっていうことを僕は解釈してるんですけが、まあ、一体どのようなまあ投稿内容だったのかっていうことを、まあ、まずねお伝えさせていただきますその投稿した人っていうのは40代の母親、まあ、女性ですね40代の女性で、まあ、シングルマザーで会社員をしているっていう、まあ、そういうふうに書いてありましたでこの40代の母親には子供が2人いるということで 高校3年生の娘と中学校3年生の息子、でこの中学校3年生の息子が、えー、まあこの親にまあ厳しい、まあ辛い、まあ、目にあってるっていう、まあ、そういった話なんですけれども、あとはこの40代の母親の両親が2人、えー、まあ住んでるっていうみたいなんで、えー、計5人家族ですよね計5人家族で、えー、まあ過ごしているっていうことで、そしてその中にある40代の母親が、えー、まあこの。 投稿した内容が、えーまあ、ほ他の人も見た人が結構いらっしゃるんだと思うんですけど、まあ、ないなっていう、まあ、話なんですよ。で、えー、その新聞の内容には何が書かれてあったのかっていうと、高校3年生の娘の方はですね、よく勉強するっていうふうに書かれていたんですよ。でそれに対して、中学校3年生の息子は勉強しないで、えーまあ、ゲームばっかりしてると、スマホのゲームばっかりしてるっていうことが、えーまあ、あ書かれてありまして、 でこれはあの文脈を読んでの、まあ、推測っていうかまあ,あなんですけどおそらくそのまあ息子がゲームばっかりしてるっていうことでこの、えー、母親のまあ両親ですね息子からしたらおじ,おじいさんおばあさんが、えー、その息子にそういうことを注意するとかで、えー、今度はそのおじいさんおばあさんがこの母親娘にちち注意するとかそういった、えー、話、えー、だと思うんですよこのここまでに関しては別にそんな、えー、っていうことでもないと思うんですよねまぁ、あ、中学校三年生なんで中学校3年3年生の息子 なんで、えー、まあ、えー、親からしてみれば、まあ、勉強しろとか、まあ、そういった話なのかもしれないんですがで一つあの引っかかるこの内容が、えー、ありましてですねこのあの中学校3年生の息子は部活を辞めさせられたということが、えー、書かれてあったのでもしかしたらこの部活を辞めさせられたということで、えー、この息子と母親の関係が悪くなったのかどうかっていうことはちょっと憶測の域なんで何、えー、とも言えないんですがまあ母親がですねこの新聞にまあ投稿したまあ内容というか発 発言がまあこれがですねまあ、ひどいわけですよで。これを読んだ人ってのは多分一応に僕もそうですがみんなまあ、同じことを、えー、思った、えー、と思うんですよ。うん、でそのな,なんでそういうことを思ったかっていうともちろんね、えー、理由があ,のありましてこの母親ってのは、えー、この中学校3年生の息子が、まあ、スマホゲームをしていることが、えー、まあ、どうやらまあ気に入らないとまあ、そういった、えー、話だと思うんですが新聞に書かれていた内容が、えー、これなんですよ。母親はこの自分 この,息子ね、この息子を自分の人生から、えー、抹消したいとかっていうのが書いてあったんですよ、その新聞に。で、えーあの、あんたみたいな子供を産むんじゃなかったっていうことを本人に言っているって書いてあったんですよ。 親としてありえないことを子供に言っているって、えー、思うじゃないですか、まあ、はっきり言って引く,引く話なんですけどね、こういったことを言うのもそうだし、まあ、どういう神経で何を考えているか分からないけど、よく,よくまま、こんなものを新聞に、えー、投稿するなとかってあの思うんですよ。で、えー、こっから今度、子どもの立場で考えますけど、あんたみたいな子供を産むんじゃなかったって、中学校3年生の男の子がこんなこと言われたら、えー、この男の子、何を、えー、思うって話じゃないですか、辛くて、えー、対処できないわけですよ。中学校3年生ですよ1人でぐら っていうこといこもで,できないしだからまあ悔しいまあ辛さを、えー、ま何て言うのかなずっと思いながら歯を食いしばって生きてるんじゃないかなとかって思ったんですよ僕はねで、えー、おそらく分かりませんけどこの中学校3年生の息子っていうか方はですね、えー、まあこの家の中でおそらくこのおじいさんおばあさんにもまあ嫌われているよく思われてないし、えー、もちろん母親にはこのまあひ,ひどいことを言われたりしてるしまあどうかなあお姉ちゃんっていうかこの 高校3年生のお姉ちゃんとも仲が、えーまあ、良くないんじゃないかと、えー、思うんですよ。うん、で まああこの母親が一方的にねこのまあ息子に関して、えー、まあ否定してしてまあなんていうのかな人格否定、えー、のようなことなんかわかりませんけどじゃ今度この息子の立場の、えー、気持ちを考えるとですね息子は僕はこういうふうに思ってるんだろうなぁと思うんですよ、えー、このような家族とですねいるのがまあ息子にとっては辛いまあ現実だだ,だと思いますしね、えー、こういうことを言ってくる親と離れたいと願っていると、えー、息子は思うと思うんですよただ中学校三年生の息子な んでで、えー、離れられらなないいじゃないですかまだ年齢的に、まあ、今はもうそれから数年経っていると思うんですけどだからこの息子っていうの方っていうのは15歳の方っていうのはあの本当にきついんだろうなって家族の中で自分だけこうなんか邪,魔邪魔者みたいなそういったことを、まあ、あされてるんじゃないかとでさっきあの、まあ、リスナー様にお伝えしましたけど、まあ、どういったね、えー、ことを経緯があるか知りませんけどあんたみたいな子供を産むんじゃなかったって親が子供にあにどういうあの ことで言うのかって親として失格だと思いますけどね。 うん、で、えー、ここからは僕の憶測になるんで、えーまあ、こういうのっていうのは、まあ、僕も昔言われたことがあって、えーまあ、非常にあの、まあ、気分が悪いし、僕はよくないと思うんですが、えー、この母親っていうのは、おそらく高校3年生の娘と、中学校3年生の息子を比較しているんじゃないかなと思うんですよ、だから例えばこの息子に対して、お,お姉ちゃんはよく勉強してるのにね、えー、なぜ勉強しないんだとか、まあ、そういったことを言ってるのかもしれない、僕の憶測です。 ただし。 ね、え息子っていうのはこのお姉ちゃんとは別じゃないですか仮に兄弟といっても別の,あの、まあ、人間じゃないですかで、えーまあ、よくこういうことを言う人っていうのがいるんですよ例えばその子供に関してでも、えーまあ、会社とかでも、まあ、会社とかだったらまあ,あるのかっていう話なんですけどこの人,とこ人と人を比較して、えーまあ、どっちが何とかっていうんですけどそういうふうにして、まああのまあ、何かをさせようとあの思うんでしょうけどそういうような言い方では人って多分 やらないんですよ少なくとも僕は子供の頃にこういうことを言われたことがあってあの嫌な思いをしてるんでねあ僕はそういうのは人にあの言いませんし今も、まあ、言われることはたまにありますけど、まあ、内心ね、えーまあ、うるさいなと思って、まあ、無視してるんですけど、まあ、あの人に対する、まあ、接し方とか、まあ、あての言い方が良くないなと思うんですけど。 だから、あのー、まあ、まあ、憶測するところは、えー、あるんですけれどもまあ、いろんなね、ね先ほどあのリスナー様に、ね、お伝えした、えー、その親ガチャとかっていう言葉もあるしまあ、やはりねまあ、親ガチャっていうのはこの最近の言葉なんでなんとも言えませんけど、まあ、子供は親を選べないっていう、ねえー、ことを昔から言われるんですけどままあ,あうんなんてて言っていいんですかね、まあ、親の方がだから子供よりね、えー、まあ 産んででるわけじゃないですかだから、うん、そんなあな,なんだろうね親が別に強いとかは言いませんけど、あんたみたいな子供を産むんじゃなかったって、こんなこと子供言われたらどういう気持ちになるのかなって、でまあ、言うのも,ううのもお,おかしいですし、それをまたね、えー、どういった考えで、どういう神経で新聞に投稿したのかって、本当に、まあ、いろんな親子関係っていうのがあると思いますが、あの僕はいろいろ調べていて、まあ、今回のこの話っていうのはひどい話だなと思ったんで、えー、お伝えさせていただきました。新聞に 数年前に投稿された内容で、それに関して、えーまあ、コメントっていうかが書かれてあったんですが、まああ、そのコメントを書いていた人たちも一応に、まあ、この母親は、まあ、ひどいことを言ってるし、まあ、これはないなっていう、そういうことを言ってたんで、えーまあ、本当にそう思いますで、まあ。子供は親を選べないっていうことが、ねえー、言われますけど、まあ、本当そうだなって、まあ、思いましたということで,で、まあねえー、この中学校3年生の男の子っていうのも、母親にこんなことを言われたら、あまあ、っすぐ育っていくっていうのが、 まあ難しい状況なのかなと思うんですけども今はね多分数年経ってるんでもしかしたら大人になってると思うんですがまあこの中学校3年生の男の子がますぐに育ってくれることをねまあ願ってますっていうことで今回はちょっとこのようなお話を取り上げてみました多分リスナー様もこの子供と親の話とか聞いたりとか実際まあそうされていたりとかまあ皆さん苦労されている方もいらっしゃると思うんでまあいろいろちょっと思うことがあるよなということでまあ 何かしら、うんまあまあ、ご参考にというのも失礼ですが、えー、なっていただけるものが、えー、あればということで、えー、今回お伝えいたしました。今回のコンテンツ、ここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。